中学生のうちにやっておくべきことってありますか？勉強に関して当たり前なので勉強以外でお願いします。まあ私立だとちょっとずれるかもしれないんですけど、頭の悪い友達作っといた方がいいですよ。1000円払ってるので多分それなりに裕福な家庭だと思うんですけど、で裕福な家庭の方が多分偏差値高いんですよね。高校は多分もう偏差値で決まった高校に行って、で大学も偏差値で決まった大学に行くので、その頭の悪い人の考え方っていうのは多分中学ぐらいまでしか手に入らないんですよね。僕中学まで公立だったんですけど、で世の中って偏差値50以下の人が半分いるんですよ。高校とか大学に行くと偏差値50は頭があまり良くないという感覚になっちゃうんですよ。みんな大学に行った人たちは偏差値50以上だから大学に行くわけで、なのでその偏差値49とかマジ大丈夫みたいな目で見ちゃうんですよ。でも偏差値って本来は50が真ん中なんですよ。偏差値50以下の人が実は人口の半分であるっていうのは高卒大卒の人は忘れてしまうんですよ。ちょっとした英単語もわかるのが当たり前だよねっていうのが大学の感覚なんですよ。なんか X がこれで Y がこれでみたいな二次方程式だとこれ中学でやったでしょっていうので当たり前に言っちゃうんですけど、偏差値50以下の方って二次方程式中学でやる範囲もわかんなかったりするんですよ。それが別に良い悪いの問題ではなくて、世の中の半分はそうなので、そういう人たちの物の考え方とか行動基準とか約束は守る、法律を破ってでも約束は守るとか、友達は守る、そのルールとか親とか大人に逆らっても友達を守るとかっていう、そのなんかジャンプ的な感覚だったりとかっていうのは割と中学の時に手に入らないと、もう高校大学では手に入らないと思います。はい。